バツイチって何？何バツイチって。そんなこと言ったっけ？あ、これあっち向いてホイのやつか。え、俺この時言ったっけ？これね、はい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 、はい。まあ、一応ビデオ判定とさせていただくか。もう言うて俺が言うわけないもん。え、俺。危なくねえよ。本当に危ないじゃん。お、俺ドンキだ。見てから反応できる。これ格ゲーマンのやつできるぞこれ。あ、これあれだ。お、同じ。あ、なるほど。やばいこれ判定緩い、判定緩い。一生避けられるこれ。え、これめっちゃ判定緩いぞ。あー、思い出した。あ、はいはいはい。ごめんね。ふとしゃ死んでるよ、バツついてる。あと1回、あと1回、あと1回。バツついてる。バツ、お前、バカなこと言うな、お前。ごめん、トンちゃん、ついてちゃったんだ、これ。ちょっと、なんかうまいこと言えねえかなと思って。ちょっとなんか、なんかちょっと、なんか悲しげな一言があったな、今。あと1回、あと1回、あと1回。バツ、お前、バカなこと言うな、お前。バカ、そっか、そういえばなんかコメントでもちょっと言われてたな。この後、トンちゃんの声がずっとちっちゃかったぞ、みたいな。いや俺全然無意識だったわこれ。なんか俺後で謝罪しとこうこれ。ダサさ一緒したみたい。バカ、落ち着いて。バカ、バカなこと言うなお前。バカなこと言うなお前。早い反応が超反応だったな。やばい、やばいな、やばいなこれ。もうすごいレスポンスだ。反応があまりにも早すぎる。でもスタッフめっちゃ笑ってたなこれ。全員笑った人も、じゃあ全員みんなで謝ろう。みんなでトンちゃんに謝りに行こう。ちょっと LINE しとこう、トンちゃんに。ちょっと俺全然言ってなかったな、昨日は。でもこ、でもこれ言うことによって余計なんか変な感じにならないかこれ。逆にそれでもう一発、それによってもう一発さ、なんかねえ、こづく感じになっちゃいそうで、やばくない？逆に絶対これ触れない方が、もう持ち帰ろう、なかったことにしよう。うん。あいつ根に持つタイプだぞ。でもな、なんか最近でもなんかちょっと布団ちゃんとちょっと距離縮んだなって思うんだよな。やっぱ結構その、なんだろうな、ピョンレクの番組でまあ2回連続一緒になったってのもあるけど、なんかちょっと、俺の勝手なあれね、ちょっとなんか打ち解けたんではないかなっていう、こちら側からするとね、ちょっとだけそんな気はしてるんだよな。うん。なんか納涼会みたいなのを毎年やってるらしいのね、そのダチョウ布団で。で、毎年そのオープンレックしてんのが、毎年って言ってもまだなんか2回目か3回目かわかんないけど、うん。で、その、プンレクしてんのみたいなのが、やっぱり毎回出るわけよ。おえちゃん、すもも、たいじみたいな。で、今年は、なんか、すももとたいじは出るけど、おえちゃんだけは、なんか考えがあるって言って出ないらしい。なんか考えるところがあるみたいな感じで、なんか考えがあるらしい。おえちゃんなりの。でも、打足さんなんかね、昨日あったらいつもよりめっちゃ喋ってた。なんか、なんかね、一時期よりも、やっぱ婚約してからちょっと元気になってるんじゃないかなって俺気がするんだよな。やっぱりね、嫁さんにエネルギーをもらってる、やっぱ吸収してるんじゃないかっていう説はあるよな。うん。あ、どうせ調子良かったからか。ホクホクだったんだ。確かにその時、あ、なんか1万近く集めてたもんな。あ、そういうことか。いつもよりなんか饒舌だったよ。よく喋ってたよ、マジで。うん。ウキウキだったんだ。あ、そっちか、くっそー。マジかよ。お前。